はい、こんにちは、スワクテカと申します。今回はですね、デュエリストバック、ファラオの記憶編ということで、遊戯のね、使っていたカードが収録されているらしいので、その開封動画となります。それでは早速やっていきましょう。目指すは、そうですね、サイレントマジシャン、はい、やっていきたいと思います。まあとりあえず上のパックの方の上の部分だけ切っていきましょうか。すっげー。それじゃあやっていきましょう。んで、いやね、これ正直な、当たるかどうかあれ怪しいんだけどな。はい、ブラックバーニングマジックですね。エサリートフォードマンレベル7。懐かしいなこれ。タッグフォースがあった頃、作ってた。で、ウィジャバン。うわ、コンクロか。これ、スーパー、まあ、しょうがないな。オッケーオッケー。てか、サイロク枠がちょっとね、ひどすぎる感はあるな。もう出たじゃんっていうやつばっかなんだよね。シャイニングドラゴン。ゲニアを抱くバックダウン。サイレントマジ、お、サイレントマジシャンレベル4。かわいい。で、ブライズ・アルティメットとか。死のメッセージ、いい。オッケー、レベル8。サイレントマジシャンデッキちょっと作りたいんで、ね、ストロングホールド。サイレントマジシャンレベル3。永遠の魂。永遠の魂もな、いや、まあそんなね、時間経ってないでしょうしね、再録してから。ウィジャバヘルポエマー、これ好きだったな。なんかこれ確か原作ではレベル4なんですよ。でブラックマーニングマジック、聖獣セルケット、キャタピラドラゴン出た。唯一なんかカイバストラックから外されたやつらしいですけど、なんでここでそんなに遊戯の記憶の中に残ってたんですかね。遊戯の神殿、ストロングホールド、グリーンガジェット、 OK。 あー、埋葬されし権利か。まあこれは OK ですよね。うん、ここだけのパックだっけ。 OKOKOK。 これは要するに相手、まあフィールドにモンスターがいないとき、モンスターがいないときに、まあモンスターがいないときじゃないわ、要するに2体のアドバン召喚するときに相手の墓地と自分の墓地のカードを除外できますよっていう感じのやつですね。うん、なかなか使えるカードですね。お、ダークサンクチュアリ、うん、うん、いいね。まあこういうのは再録枠よりもここならではのデッキカードがあると嬉しいですよね。イエローバージョン、 OK。 レッドバージョン、 OK。 メタルリフレクトスライム、ガジェットはまあここで揃ってほしい感はあるな。 OKOKOK。 ガジェットは死のメッセージ、さよなら、そのままお、銀龍の号砲。ノーマルストラックのカードですかね、これね。今更感もある。おマグネットリバース、自分の墓地のゲームを除外されているモンスターの中から機械族または、ね、通常召喚できないモンスターを私は外できる特殊召喚する。まあでもこれあれなんですよね、蘇生カードだって、蘇生制限に引っかかるんですよ、一回だから出さないとなって。マグネットバルギニオンかな、確か原作で出したのね。光のドラゴンって、あ、ドラゴンのミラーいいっすよ。ドラゴンのミラー事例はちょっと嬉しい。さあ、そのまま、はい、ウィジャバンめっちゃくん、おっしゃい、オッケー、サイレントマジシャン沈黙の魔術師、見てください、おっぱい大きい大きい、その胸はフォーマンであった。フィー、いやー、よかった。いやー、一番欲しかった、ほんと一番欲しかったんで、あと2枚、頑張ってこれは集めようと思うんでね、シングルで。いやー、嬉しい。いや、めっちゃ美しいな、このこれは美しい、嬉しい、これマジで嬉しい。ようやくこういうので目当てのもんが当てられた気がする、バック開けて。いやー、沈黙の魔術師言うてるけど、ベッドの上では沈黙できへんねやで。はい、
い、すいません。はい、次ウルがもう一枚残ってるのかな。うん、ほいほいほい、グリーンガジェット、グリーンガジェットめっちゃ来るな。ちょっと待って、グリーンガジェット、うーん、グリーンガジェット、グリーンガジェット、グリーンガジェット、いや、ガジェットも探せばあるんでしょうけどね、自分のあのストレンジというか、オッケーオッケー、あとはレッドガジェットとイエローガジェットか、頼むぜ、頼むよ、ういっ、リング5、レベル4、ビジェパン、セルケットスイッ、金、あ、違うかな、銀の方法、レッド、オッケー、揃った、サウザンドアイズサクリファイスおいおいおい、あ、リオのレベルだ、ジレアリーのレベルはもういいんだけどな、はい、はい、ユコンの塩、オッケー、色がちょっと、あと1枚、エンタマシシュイ、ラストだ、これが天聖悪獣来てほしいな、サイレントソードマン、おーおーおお、いいじゃん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 、うん、これはいいじゃんいいじゃんね、2枚揃った、イケメンと美女が揃ったおーおー、なかなかいい、おお、いいんじゃね、なかなかいいんじゃね、なんだこれ、おこれなかなかいいんじゃね、押し魅力がイエローガジェットもう1枚欲しかったなっていうぐらいだけど、うん、まあこれはまあどっかで買えばいいし、うん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 、なかなかよくよく普通にね、うん、この2つ来たのかなり嬉しいんですけど、うん、絶対アルティメットバーストが来ると思ってたから天聖の服従はまあ、うん、多分多分あの最初だけしか、ね、使われないしな、はい、それじゃあ以上ですね、ちょっとサイレントマジシャンはまた、ゲットしたらなんか作ろうかな、入れたデッキ、サイレントマジシャンだけでは作れないと思うけど、うん、なんかに組み込む魔法使い族使うデッキならね突っ込んでていいカードなんで、うん、サイレントバーニングが惜しむらく欲しかったかなって感じかな、うん、どっちこの再録枠はいらんなさすがにはい、それでは以上になります。次は多分なんかの大会動画になるかなと思います。それではバイバイ。